まずは右手62番のチャンセラーズビルですが、簡単にイージス艦の見分け方からご紹介していきます。62番チャンセラーズビル、船体の正面や側面の壁に白い八角形の板のようなものがベタンベタンと張り付いているんですね。まるで亀の甲羅のような形の白い板、これがイージス艦の目となるレーダーなんです。